田中康雄のだから言わんこっちゃないボリューム306ルビンの壺第3弾置いてけぼりな地球に防寒外交から一発逆転的確な認識迅速な決断と行動明確な責任こそが基本条件と題してお届けいたします。ルビンの壺でございますね。デンマークの認知心理学者エドガー・ルビンが考えたものです。昨日はこのルビンの壺の北朝鮮は真っ黒欠景、中国も真っ黒欠景、それにおどおどしちゃいかん、日本は真っ白欠景という部分のですね、極秘一時情報、これはまあ外務省関係であったりですね、さまざまなところから聞いた内容をお伝えをいたしました。ヤッシーの考えではございません。で、今日はじゃあまあこのルビンの壺がどういうふうに逆に見えるかということをお話をしたいと思います。以前から申し上げているように日本にとって最も大きな問題は拉致問題であります。じゃあ拉致問題のことがちっとも話し合われていないということですね。そしてもちろん、朝鮮戦争というものが休戦中のものを終わりにさせるということで言えば、それはまさにパンムンジョン宣言の中の米南北米三者、つまり朝鮮半島とアメリカの戦争だったわけでありますから、そこの話し合い、あるいはそこにまさに兵隊を出していた中国というものも加わった4者の会談なのは当たり前なので、これは蚊帳の外ではないというふうに言われて、でもこういう会合が行われていけばますます6カ国協議というものどうなるんだと、中国とつまりロシアにもおそらく金正恩氏は特使を送るでしょうから、本人は行かなくても外務大臣が行くかもしれない、中国とは話をしている、そして韓国とも話をしている、そしてアメリカとも6月12日には会うという形になった時に、拉致問題のこともお話をしますよと皆さん言っちゃってくれたっていうのは本当に心の底からなのか、あるいはリップサービスなのか、まさにお口チョコレート心アイスクリームなのかということが、逆に日本の多くの方々が疑心暗鬼を抱かれているということだとですね、にもかかわらず大丈夫だと、待てと、武士は小姉と高楊枝だと言っていると。で、まあ昔からご存知にホトトギスに関して、泣かぬなら、泣いてみせようホトトギスとか、泣かぬなら、泣かせてみようホトトギスとか、あるいは泣かぬなら泣くまで待とうホトトギスと、すなわち今の日本というものは泣くまで待とうホトトギスと言ってるってことです。北朝鮮側が手を挙げて、いやーもう困りました、失礼いたしましたと言ってくれるに違いないと、その時に拉致の問題も全て片付くし、だから北朝鮮は圧力をかけて締め上げていけば CVID の中において、北朝鮮の核というものもなくなってくる。今回日本以外のメディアに公開をするという場所も、あんなものはもう使い古されて何も使い道もないところを締めますという儀式をやるパフォーマンスに過ぎないというのが、まあ日本のその手のレベルの方々の捉え方なわけでございます。ちょっと話がそれるかもしれませんけれども、前回申し上げたですね、あの日本の土地というものを外国の企業や外国の富裕層や、よからぬ人たちが買ってるのを防いでないことができてない日本は一体何なんだと。でこれに対して、いや和田政宗さんはそうしたことはいけないとずっと発信をしている、そうしたための法律を作ろうと言ってるっていうものがですね、虎ノ門系の方からあの悲鳴のようなあのドヤ顔のメールがヤッシーの個人のところに届きました。おバカでございますね。だって与党ですよ、野党の人たちが言ってもやってくれないならともかく野党が政権取るしかないけど、野党はギャー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 騒いでるだけだとか、水源地のことも環境派が騒いでるだけだ、だけど連中は中国大好きじゃねえかとか言ってくる。与党の和田政宗様という大変な素晴らしい議員の方が、このような北海道の土地を買い占められて水源地までやられることは危険だと言って法整備をしようと言ってんのに、
笛吹けば動かないのは誰なんですか。こんなものは議員立法であっという間にすぐできるという、男女候補者同数にしようということが公明党も述べ、共産党も当然乗ってしまうことで言ってしまうという方は誰だってそうでありまして、その土地は女王様のものって言うんだったら、まさに土地は天皇陛下のものって言えばいいのに、今の今上天皇が民主的だから嫌だとか、天皇陛下は俺のものだなんて今更言うわけがないわけでございますけれども、与党なのにできないで意見言ってるだけだったら、これは市民運動家と同じでございまして、官邸前デモとどこが違うんだということなわけでございまして、この辺がですね、あの情弱な虎ノ門系の方々はちっともお分かりになってない。有本香里様のような私がご飯をご馳走したような方はですね、あるいは長谷川幸宏さんのような私がご飯をご馳走して東京新聞も出てってしまったような方はですね、今こそその土地の問題をおっしゃるべきであろうと思います。はてさて話を戻しますと、つまりこういう形でも客観的に見てどうなのかというと、皆さんご存知のように中国じゃないや、北朝鮮にはどういう資源があるのかということでございますね。北朝鮮にある資源はボボン、これ前からフリップが違いますけど、177カ国が北朝鮮と国交を結んでいるわけです。ヨルダンが抜けても177カ国、ボリビアが入ったので、と北朝鮮の外貨準備高が少ないから悲鳴を上げるに違いないというけど、北朝鮮にはこれだけのものが眠ってるんですよ。レアアースは現在は世界の供給量の9割を中国が独占をしています。しかしその中国よりも6倍近い埋蔵量があるのがこのレアアースは北朝鮮なわけです。そしてこのデータはアメリカの資源探査衛星が公表しているものであって、韓国が言ってるような話ではない、北朝鮮が自分でドヤ顔で言ってる話ではないということです。そしてウランもタングステンもその全世界の埋蔵量の半分が北朝鮮に眠っているわけですね。それだけの資源国家です。いや、んなこと言うと日本もレアアースが南鳥島の下にあるぜって、そんな海の下何百キロなんてところのものを掘って採算が合うわけがないわけですね。北朝鮮は地下に眠ってるわけです。海中水面下に眠ってるわけではないというところが大きな違いであります。そして経済制裁をするといっても、こうした地下資源に関しては制裁対象になってませんから、いまだに中国やオランダやインドやタイがオランダまで入ってるんですよ、取引をしているということです。とすると北朝鮮の外貨準備高が逆に少ないというような話になった時に、圧力だけかけておけばどうなるか、韓国とロシアと中国が一緒になってその資源を開発するための会社を作っていくということになるわけですね。それは北朝鮮の外貨準備高なんかあっという間に増えてしまうということです。もっと言えば韓国の企業もたくさん進出をしていくかもしれない。サムソンが一緒になって合弁でレアアースの会社を作ったならば、サムソンがある意味ではレアアースの価格決定権を持ってってしまうかもしれないということです。日本のガラケーだけじゃなくてですね、日本のスマホというものも全く世界中ではどこでも売れていないと、日本だけだというガラスマになってるわけでございますけども、こうしたところはますます高い値段を韓国と北朝鮮がつけていくという形になってしまうということです。この一点を見ても同様であります。すなわちイランというものが人口調査をしていないので7500万人くらいと言われているけど、8000万人とか9000万人とも言われているわけですね。この国をアメリカがフェイントとしてですね、核合意からの離脱をするなどといっても、実際に彼らは北朝鮮と違ってそれだけのものにはまだなってないわけですね。北朝鮮は核開発を完璧にしてしまったわけです。 ICBM が実際に実用ができているかどうかは別としても、短距離中距離のものは膨大に持っているということであります。そしてイランというものに対して、しかしイギリスやフランスやドイツというものがその核合意に関しては今後も続けていくといったら何かというと、核が怖いんではなくて、そこの7000万人8000万人の市場というものを目をつけているということです。朝鮮半島も合体をすればこれは8000万人の市場になるわけです。
日本の人口が1億2000万人から減っていく中において同じような市場になっていってしまうということです。背後にある中国はもっと大きな市場であり、そこと連携をし始めているインドというものももっと大きな市場だということなわけでございます。ですから段階的にではなくて包括的に一気にやるまで経済制裁を緩めては仕方がないなどと言っていても、ルビンの都合でその経済制裁で外貨準備高がなくなってしまうと言われた時には他の国が合弁でどういうことをしていくのか、これは北朝鮮の大変な資源を持っているという国のアドバンテージなわけです。そして資源のない日本はだからこそ国民の英知と努力によってものづくり産業を作ってきたのに、日産自動車に見られるように外国でカッティングコーナーズというふうに言われてしまう。カッティングコーナーズというのは手抜きということです。そしていつのクリケットだ、それが神戸製鋼所も日産自動車も東芝も高田もその他いっぱい出てきてしまっている。こうしたことを言われてしまっている中において、その日産自動車までフランスが持ってってしまおうとしていると、週刊文春が日産自動車のカルロス・ゴーン氏の、夫婦の離婚訴訟の泥沼化というのを書きましたけど、こうしたことをもっと他も同時にどんどん伝えなきゃいけないわけです。なぜならばそんなことをやったら日産のコマーシャルもらってるのにいけないなどと代理店の人は言うかもしれないけど、大きな間違いです。日産自動車がフランスの資本になってフランスに取られてしまうということを多くのネトウヨの皆様や日本すごいぞろの方は願ってんでしょうか。願ってないのならばなおのこと鉄は熱いうちに叩けということであります。日本製鋼、日本スチールになるからよかったなどと言ってますけど、日本製鋼に新日鉄住金がなったからといって世界の一番企業にはならない、2番目でもない、3番目でもない、4番手のままだということなわけでありまして、日本製鉄になるということが富国強兵の完成のですね、あの鉄工所が北九州に作られた時からの日本に回帰することだなどと言ってる人は全く見えていないということであります。で同時にですね、そのまさに34の彼というものはシンガポールで開くことになったのもハムンジョンで開くと韓国も出てきてしまうかもしれない、あるいは二番煎じのように見えてしまうかもしれないと、南北会談の後の、そしてまあウランバートルはホテルとかいろいろな問題があるだろうと、北京でやるのは論外だと、ジュネーブとかチューリッヒでやるのはちょっと距離がお互い遠すぎると、シンガポールでやるということが良い意味でアメリカにとっての牽制球としてシンガポールを選んだんだと言ってますけど、これはアメリカのトランプ氏からすると、彼のいろんなですね、さまざまなカジノ王の人たちがシンガポールでも経営をしていると、そのシンガポールに行く。しかしもう一つ隠されていることは、北朝鮮に経済特区などという不透明な言葉を作らなくても、北朝鮮にカジノができたならば大変な人々が、今まで行ったことがない国にカジノができた、これはまあもし、ロシアがソビエトがロシア CSIS に分かれた時にですね、大事なことが今回おそらく大阪よりも強敵であると、万博を開くのがと言われているのがアゼルバイジャンのバクーであります。このバクーにはもう今からもう十数年前からですね、10年以上前から、パークハイアットのバクーがあるんですね。そしてここにはカジノがあります。そしてそれがロシアの人々のマネーロンダリングの場所になっているという。ですから007もですね、バクーを、舞台にした映画というのがもう今からもう何年も前にある、そこにカジノもあるという形はこうしたことであります。すると北朝鮮にもカジノができるかもしれません。日本のカジノなんか吹けば飛ぶようなものになっていってしまうかもしれない。そしてもともとすでに韓国にはあるわけですね。カジノがいい悪いという議論ではなくて、万が一にも日本にカジノを作るとしたならば、それはベネチアのようなある意味では大観光都市にあるカジノが上流階級のものであります。あるいはドイツのバーデンバーデンにあるような温泉保養地にあるのがカジノであります。その意味で言えば日本においてはですね、草津温泉のような場所、あるいは湯布院のような温泉の町、別府のような温泉の町、もっときれいにならなきゃダメですけどもね、あるいは京都のような町、
そうしたところにベネチアやバーデンバーデンにあるというような発想で考えなければ、大都市にカジノがあるなどということでやっても、日本の今大都市は明治の頃に多くの人たちが来て、なんて日本は綺麗な国だろうというのとは違う状況になってしまってるわけですから、意外性や非日常にならないわけでありますね。と考えるとですね、このシンガポールで開くというのも、もしかするとカジノを北朝鮮に作るということになっていくかもしれない。すると中間選挙までの間に核の問題はとりあえず決着まではさせなくて、ずるずるとさせても、そうした経済協力というところで先に進んでいってしまうのが6月12日の内容かもしれないということなわけでございます。まさにこれがルビンの壺ですから、以前から申し上げているように、加納治五郎さんの人に勝つよりも自分に勝てと、このセリフをウラジオストックに今度作る武道館にウラジミール・プーチン氏はこの言葉を書くと述べてるわけですね。結果的に日本がシベリアにもいっぱい行けるだろう、北方領土にも行けるだろうと思ったのに、結局他の国のゼネコンが入ってきて、日本は採算が取れないからとてもできそうもありませんと言ってお手上げ狙ってしまっているということになると、本当に日本すごいぞ論どころか、日本お人よし論というようなものになっていってしまうのではなかろうかという気がいたしております。ですから非核化につながらない南北融和は危険だと言いますけれども、非核化は進めるという形の中で先にこうした経済協力をしていけば、そしてアメリカが北朝鮮のレアアースの会社を韓国だけでなくて作るぞということになっていけば、これは大変な GDP 稼ぎになるわけで、これは中間選挙においても大変なセリフになっていくということです。もう一点申し上げると、以前からお話をしてきております、2002年に小泉純一郎氏と、そして金正恩氏のお父さんというものは、日朝平壌宣言というものを結びました。4項目あります。1個は日朝国交正常化交渉を再開する。そして2番目に書いてあることはとても大事なことなん、大事というか深刻な問題なんです。過去の植民地支配によって朝鮮の人々に多大の損害と苦痛を与えたという歴史の事実を謙虚に受け止め、痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを表明する。でこれがきちんとまだできていないではないか。そしてもう一個、日本国民の生命と安全に関わる懸案問題については、朝鮮民主主義人民共和国側は日朝が不正常な関係がある中で生じたこのような遺憾な問題が今後再び生じることがないよう適切な処理を取ることを確認すると書いてあるんです。そして4番目、日本側が朝鮮民主主義人民共和国側に対して国交正常化の後、双方が適切と考える期間にわたり無償資金協力、低金利の 長期借款供与および国際機関を通じた人道主義的支援等の経済協力を実施し、また民間経済活動を支援する見地から国際協力銀行等による融資信用供与等が実施されることがこの宣言の精神に合致する。双方が適切と考える期間ということは、日本がもういいでしょと言っても、北朝鮮側がいやまだでしょって言われたらアウチってことですよ。3番目に書いてあることは、今後起きないようにしますと書いてあるわけです。そしてあの時に小泉純一郎氏に対して金正恩氏のお父さんは、拉致の問題、拉致という言葉は使わなかったにしても大変に愛すまなかったと謝罪をして、そして5人の方が生きている、この人たちをお返しすると述べたわけですね。そして7人であったり8人であったりという方は、または事故死であったり病死をしているというふうに述べたわけです。不可逆的なことを両国の首脳がサインをしたわけです。そこには現在の首相である安倍晋三さんも官房副長官として、官房長官の福田康夫さんは東京にいて同席を同行されたわけですね。そして2番目もある、よく言われるのが、慰安婦問題、日韓合意、しかし宣言ではなくてあれは合意で、別々に会見をやってるレイヤーが極めて低いということです。日本はずっと拉致の問題も、あるいは慰安婦の問題は不可逆的だよと大韓民国に述べてきた。そして拉致の問題は
CVID というものが解決しなければいかんのだ、その中で包括的に一気にやるのだと言ってる。でも拉致の問題を話す場は待てど暮らせど来ないわけですね。日本のトップと会う用意はいくらでもあるという一方、なんで直接言ってこないんだろうと言われていて、ファックスで北朝鮮側の大使館に、なんか飛ばすと抗議言ってるだけだったという日本はバレてしまった。それのための北朝鮮の課や係すらない外務農省というものになってしまっているということでありますと、朝鮮中央通信がギャーギャー日本をディスるということの前に問題があるのは日本側だということになってきてしまうわけなんでございますね。ですからアルゴリズムってのは何なのか、大前提から結論を積み上げていくのがアルゴリズムな演繹法です。すなわち拉致の核を廃棄しろ、一括で即時、そして拉致も一緒に包括的に解決しろ、そのためにどうするのかということを言ってったら、いつの間にか袋小路に入ってんのが日本だと。機能法はどういう現実を作るのかとするならば、日朝平壌宣言で拉致問題は解決したと書かれてるわけです。それは解決されてないんだということになれば、日本は不可逆的じゃなくてもう一回戻らせろよと言わなきゃいけない。じゃあ戻らせろよっていう時に何が起きるかあったら、それ以上のお金をどれだけ出すのだという話に待っててしまう。まさに石原伸晃さんの資源である金目の問題ということになってきてしまうということかもしれません。とすると拉致の問題はとても大事なことで、この40年何をしてきたんだ、政府を信じてよかったのかっていう、横田早紀江さんの言葉というのは誰もが胸を打つ言葉であります。しかし世界の人々も同じ体温を持てるかといえば、必ずしもそうではないかもしれない。とするときに私たちはどうしていくのか。まさに泣くまで待とうホトトギスと言ってるけども、向こうは外貨準備も十分になっていけば泣かないかもしれない。そうすると泣いてしまうのは最後には日本じゃないのか。日本が自作自演で泣かぬなら自分が泣いてみせようって言っても、あら泣かせてみせようにならないわけですね。泣いてみせようという話は最も恥ずかしいということになってきてしまうということを、本日はルビンの角第3弾としてお届けをいたしました。